開催国カタールの優勝で幕を閉じたアジアカップ。日本代表は5度目のタイトルを目指したものの、イランに敗れベスト8で敗退している。大会公式の発表したベスト11にはファンから様々な反応が寄せられているようだ。不人図、シンプルに悔しい、韓国も一人、アジア杯公式が発表した大会ベスト11、森安はじめ監督の率いる日本は、 アジアカップ前まで国際 A マッチ9連勝。強豪ドイツ相手に4対1で勝利するなど、怒涛の勢いだった。FIFA ランキング17位とアジアカップ参加国の中では最高順位を誇る日本だったが、準々決勝でイランに力負けし、8強で大会を去ることになった。大会公式が発表したアジアハイベスト11には優勝したカタールから4人。 準優勝ヨルダンから二人が選出。サウジアラビア、イラン、イラク、オーストラリア、そして韓国からそれぞれ一人ずつ選ばれている。カタールから選ばれた一人には、決勝で PK 団を3発決めた FW アクラムアフィフの名前も。韓国から唯一の選出は、MFE インパリ・サンジェルマン、だった。一方、8強の日本から選手は選ばれていない。 この発表にファンは、ここに日本のメンバーがいないのは悲しいな、だと、韓国も一人、これは仕方ない、シンプルに悔しい、と反応。優勝候補とも称された日本が、厳しい戦いを強いられた今大会。悔しさをバネに、日本のさらなる成長を期待したい。